簡単身体操リボンを作ってみました。チラシを角から丸めていきます。ちょっとやってみて。なかなかうまくいかない？大丈夫大丈夫、そこ難しいのよ。はじめがなかなかうまくいきませんよね。でもちょっと工夫をすると簡単に巻けるようになります。そうそう、用紙の端をねちょっと折って、糊をつけてこの角にくっつけるの。それを巻き込んでいってみて。どう？さっきより巻きやすい？そうでしょ？そうそうそう、そこ初めのところゆっくりね。そのくらいまでいったら、あとはそうコロコロしていけば棒ができるわ。最後は糊で留めてもいいし、テープで留めてもいいです。棒ができたら、今度ねこの棒の端っこの方って柔らかいでしょ。そうそう、そこをぺっちゃんとこう潰して、でこのちょっと硬くなってるあたりで折り返して、そう、そこをセロテープでくるっと巻けば、棒ができたわ。反対側も同じようにね。これで持ち手の部分ができたので、リボンをつけましょう。荷造り用の平テープ、どうやってつける？そうつけてもいいんだけどね。そうそう、端っこをまずつまんでちょっと止めておいて、それをさっきの棒の端にテープでしっかり留めつけて、抜かないようにね。2本ぐらいね。はい、もうこれで出来上がり。身体操リボン、これで完成です。人に当たらないように広い場所で遊んでね。遊んでるうちに手首がよく回るようになって、いろんなポーズも自然とできるようになります。